え、どこに映った？最悪。今ね、聞いて、今ね、龍馬ワールド帰ってきてからまだ荷造り、まだやってない、荷造りほどいてなくて、ちょっと、あー今汚いんです、部屋が。ダメ。何、あ、どうしたらいい？すごい見えてる。すごい見えてる。どうしよう。あ、こうしたらいいな。どうしよう。でも、片手じゃできん。あ、どうしよう。あ、めっちゃ見えてる。すごく見えてる。どこまで読んだっけ？コメント、どこまで読んだかわかんなくなっちゃった。どこまで読んだっけ？あ、どこまで読んだっけ？ちょっと待ってね。どこまで読んだっけ？あ、いけた。いけた。あ、目だけになってる。あ、いけた。戻った。どこまで読んだっけ？ごめんなんだっけ。今日の格好いいねまで読んだ気がする。キョン兄さん、やっほー。ちょっと挨拶だけ見ます。マコさん、ウィリアムさん、ユキックさん、チアイさん、竹谷さん、刈り上げくん、タルコさん、サングイさん、ほう、お風呂入った。いっちゃん、やっほー。ブルーリングさん、吉崎りんごさん、誰ですか。佐野さん、りんこたいさん、ランドセル兄ちゃん、こちらこそ話しかありがとうございました。いっちゃん、クラッカーありがとう。カオスさん、髪型いい。試験です。嘘。アンツさん、成田さん、カニカマさん、ポッポさん、アオニクセッツさん、ビリングさん、スリジーさん、リンタロウさん、カリアゲくん、ユウちゃん、ロマタコさん、ユサナコさん、分からなくなっちゃった。マサッチさん、 TK さん、キッチーさん、マナミ48さん、ありがとう。ノブさん、ひつぐさん、マルさん、ペプニレネさん、カちゃん、こんばんは。センちゃん、シーワさん、ヤッホーヤッホーヤッホー。何も映ってない。よかった。今ね、服がすごく散乱してて、腐った。フォーコさん、ニーハオ。おしぷガールズさん、天井式よかった。おかゆさん、ヤッホー。ライト、そう、結構前に買ってからもうずっと使いよう。なんかライト買った方がいいよって言われて買ったの、結構前に。長平さん、こんばんは。ツノピーさん、バラありがとう。そうしない。今日はあざまるしんさん、おお、ありがとう。ノブさん、ただいま。あれ、なんか変なことしてる私。ノブさん、ただいまって違う挨拶のコメント読もうと思ったらすごい変なことになっちゃった。あれ、コメントどこまで、あ、コメント消えちゃった、ごめんね。カムカムさん、のぶさん、クローバーありがとう。ミシルボイさん、クラッカー、リュウヘイさん、テント、佐藤花子さん、花子ありがとう。ミヤチさん、クラッカーありがとう。この花、しゅんさん、こんばんは。やっほー。ちひろさん、やっほー。あいこじあいしとれ？ちょっと、コメントするとこ間違ってると思います。29日の3時間目申し込んだ。素晴らしい。今日ね、焼き鳥食べてね、カレー食べてね、デブな日です、今日は。今日はサインチェキ届いた。おー！よかった、ミスルボイさん。ケンパさん、アツさん、こんばんは。さつきのせいさん、こんばんは。今日お酒なので今後はまあでも私はリンコの話し会は優しいという評判なので、大丈夫だと思います。うん、なんで安定しないの。君安定しなさい。チョウさん、こんばんは。楽しかった、よかった。目がかゆい。はるかさん、やっほー、ありがとう。アラブのレイヤーさん、花ちびさん、こんばんは。
説教したことはないです。はい久しぶりにお願い、一緒に住んでる住んでないミーミントロールさん、あるらしいさん、こんばんは。5月30日はね、何の日だっけ、説教じゃない、なんだっけ忘れた。5月30はツンデレだっけ、ツンデレ29じゃなかったっけ、わかんない。トリザーさんこんばんは。ナイタさんハート、あ、5月お願いします、ありがとう。ギフトテントなんかやってるんですか今、イベント、あ、イベントね。サマカレさんこんばんは。今日リンコの恋人になって、いやそれ嘘嘘、今日嘘の日なんで、うん嘘。あなとこさんテントありがとうね、キーマカレー今日からメール取り、おお、ありがとう。とくるん呼び捨てわーわーすごいテントありがとうね、コメントがすごく遅れてる、ありがとうございます。ギフトとかちょっと紙くるつけてるの、天井劇場、おお、7日が最後の日ですね、私が船に行って公演するのが。佐野子さんテントはブルーさんありがとうございます。花子さんありがとう、うん、皆さんテントありがとう。今日ねなんかロコモコ丼とハンバーグとかいっぱいいてあったそうそう、説教会の日なんかありませんよ。あ、そう、清掃会、清掃会アイドル、清掃系アイドルの日ですよ。てかツアーに説教されました、あら、たまい、くのすけさんこんばんは。申し込みました、あ、ありがとう。再販申し込もうか迷ってるでがん、それは申し込んだ方がいいと思うでがんすよ、ほとしんでさん、それは申し込んで、申し込んだ方がいいと思いますでがんす。ジョージさん、テント、熊之助さんありがとうございます。友達さん、ヤッホー。高尾さやか34号さん、こんばんは。モンタさん、ヤッホー。私も今月から、嘘ですね。スノクさん、タコ。ジョージさん、テントありがとう。そう？今日はそういう日でした。ゴールとは。これは、あ、なんか、あ、みんながさ、ショールームのテロップでなんか山とか書いてるの、それか。あー。理解した、メールの熱愛写真、あ、そうなんよ、ちょっとごめんね秘密ね、なんかドッキリする日でした、面白くなかった。高野さんこんばんは、りんたろさん、だるま、しんちさんこんばんは圧が強くなればん、そう、5月なんで頑張ろうと思いましたこんばんは、うっちゃん、ダンさん、こんばんは。見事に騙され、そう、なんかでもほとんどの人はそれ嘘でしょって言ってきた。花子ありがとう。私は海ですよ、海派です、海派って書いた方がいい。でみんな海とか山とかテロップに書いてってさ、あ、お、消えた、まあいいや、海派にしよう、海、海、あれ、これでいいや、海です、私は海です。フェイクさんはじめまして、圧を感じた、え、そんなことしたっけ。ひでゆきさんこんばんはショールーム、うん、サンガイさんありがとう、テント、本当だと思ってます、うん、まあ思っとった方が幸せかもしれん。キッチンさんテントありがとう。そう、海です、海鮮ですか、た、頑張って食べますさあ、熱海なんで、海は、は、海、海、は、は、海、は、海、は、あ、海、は、は、海は、海は、ニコ、海は海は、海は、あれ、絵文字、海は
あ、いけた。いけた。いきます。エイミーさん、こんばんは。ダンさん、よろしくお願いします。まあ、お任せあれ。大瀬さん、何？かわいい、リュウフありがとう。ね、お肉も最近そこも、いや、好きじゃけど。そう。ですね。イベントありすぎてわかんない。わからん。アブメイさん、こんばんは。はい、ありがとうございます。お話し会。明日は、明日は何の日だっけ。明日は白い日です。温泉、あ、なんかありがとう、いっぱい。これはテント、テント、パラソール、ありがとうございます。ひとちゃん、ありがとう。鳥田さん、ありがとう。伊佐の子さん、ありがとう。小包み、温泉入った。こんにちは、2ヶ月ぶりね。おお、待ってる。リョーマさんは、私なんか雨でね、全然遊べなかったので、どうじゃろう。喜んでくれた。カリンさんはヤンヤンつけ棒が好きらしいです。ミンミンタロウさん、ありがとう。ポプザマ、ありがとう、いっぱい。イエローフィッシュさん、ヤッホー。そう、5月の目標をちょっと私考えてきたので、今日はちょっと5月の、もう考えてきた5月の目標を今一度ここで皆様に。いきます、いきます。ありがとう、しゅんち。ポポさん、スススさん、ありがとう、ありがとう。さゆちさん、ありがとう。さあ、お菓子、あかりんさんにパイ飲みもらったんで、誕生日に。そうです、やよのものまねですか。あ、もうやめてよ。だって似てない似てない。おかまの人みたいになっちゃった。お姉の人みたいになっちゃった。発表、そうです、5月の目標。あ、でもメールで送ったわ。あ、メールで送った、送った。なぐけんさん、こんばんは、元気。メールで似てないね。え、なんかね、難しい、モノマネ苦手なんだ。あっリンコやめてよ、もう。はい。あ、申し込んだでガンスね。ついにリンコ沼に足を踏み入れたでガンスね。待ってるでガンス。なんだっけ、まずね、ちょっとメール何書いたか忘れたんですけど、そうそう、リンコやめてよみたいな。ややのものはね、ややはね、すごくボディータッチが激しいです。はい、なんか私、そう、ボディータッチ激しい子に好かれるんですよ。なんかれいかちゃんとかもボディータッチ激しくて、ややもボディータッチ激しいんですよ。私のボディ、触りたくなるボディらしいです。そう、全部リンコ嘘、違うよ。あやおちゃん最近そう、めっちゃね、みやちゃんみたいなクッってやる。そう、腕をね、絡んでくるんですよ。そう、手をつない、私なんか今までそう、友達とかに手つなぎをあんまりせんタイプだったけんさ、そう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 、はい。気づいたら素晴らしいですね、裁縫中華、素晴らしいと思います。花子バラ、ありがとう。やあちゃんの方が年上だけど、え、そんなに変わんないです、早生まれなんで。甲子園さん、こんばんは。自分のボディ肌。手つないでください。握手会が始まったらいくらでもつないでください。はい。いや、私海、この前海って言った気がする。あれ、山って言ったっけ、あれ。ごめんなさい。 TKC さん、こんばんは。まだしてません。忘れる、あなたは忘れそうだから、甲子園は忘れそうだから、早くしなさい早くしなさい早くしてください。握手会中ですね。
ボジボジ海さ海海いや海海です。あ、あなた母の監視が糸ちゃんパラソルタワーらしい。ありがとう気づかんかった、母の監視がありがとうごめんね、ギフトの値段とか知らなくてありがとう、気づきませんでした、すみません。糸ちゃんごめんね、糸ちゃん ありがとう気づきませんでした、すみません、ごめんなさい、勉強してきます、ごめんなさい。一番のクマのギフトあるじゃないですか、クマのギフト最初1円かと思っとったんですよ、そしたら違っとってから、ごめんねごめんね、母がね監視してくるのでありがとう、すみません最初1円かと思ってましたそしたら何円だったっけ、1000円でしたはい、ごめんなさい、だってそこ私全然知らんから、なんかショールームのギフト投げるさ、ショーゴールドみたいなやつ、あれも1回しか買ったことない、サラピのなんかモデルのイベントの時しか買ったことないけんさ、知らんのんよ、知らないので、そう知らんかった、ごめんなさい母がねうるさくて、そうはちょっと勉強してきます、そうあって目標を言おうと思ったんですが、買ったなんかね、サラピがモデルのイベントショールームのイベント出ようかなって言っとって、私が絶対出なさいって出た方がいいよって言って、私もそうサラピ投げたくて初めてショールームに課金したえ、なんで謝るの、謝んないで、ありがとう花子ハートありがとう、なしか当たります、えいこ海あり、海じゃないパラソルありがとう、ロックさんこんばんは、そうなんだっけ、そのなんかイベントあんま出たことないけん、そのさあれあるじゃないですか、なんだっけ、写真集イベント出ればよかったかな、出ればよかったなってめっちゃ今になって後悔しと、ね、私はね、今までイベントはなんか出たことない、ショールームのイベント出たことない、あペンが薄い、あなんか大きくなった、でも、まあ水着も持ってるけど、ワンピースのやつ、私が本気でなんかイベント出たいなって思った時は皆様にお願いしようと思います、その時はお願いします。コーヒーさんこんばんは、グラビア需要すごい、ええそう、れいこちゃんすごかったですね、はい、その時はお願いします、その時はパラソルイベントやりたい派えいさきさんこんばんは、まみさんありがとうね、まらさんこんばんは、ほみさんこんばんは、その時はレイクちゃんめっちゃ捨てた、スーさんありがとう、パラソルありがとう、
つも小杉なんだ。安田さんありがとう。クラッカーやーやーとか小さん、風崎さんこんばんは。かわいい。そうです、れいかちゃん最近ちょっとさ、れいかちゃん最近ちょっとさ、ちょっとれいかちゃん、ちょっとれいかちゃん最近さ、前のれいかちゃん最近ちょっとさ、なんか浮気しとってさ、なんか浮気ばっかしとったっけ、最近なんかちょっとふんみたいな感じしとったのに、結局今日も一緒にご飯食べたし、結局またご飯行く約束してしまった。あ、ハートが。そう、なんか最近浮気しとってさ、何タムとかさ、ゆきりかあいことかね、浮気しとってさ。そうで、なんかもう今日もさ、お話し会で隣のさおってさ、おったんやでさ、はあ、もういいよ、もういい、私は一人で生きるわなんて、もうりんこちゃん浮気するけん知らんって思っとったらさ、りんこ寂しいとか言ってきてさ、ねりんこ寂しいとか言ってきてさ、でさ、ご飯一緒に食べようって言ってさ、食べてしまったんですよ。でさ、ご飯行こうって空いてる日教えてって言われてさ、教えてしまったんですよ。はあ、ダメですね私は。あーぐりさんありがとうございます。あ、今日そうサイン会のサイン届いたらしい。うん、え、あいことれいかちゃんめっちゃ絡んどるよ、絡んどるよ、おこおこ、いいもん、自分もやよに浮気しちゃうから、ぜー赤べーだ、いいもんいいもんだ。いとちゃんなんかね、すごい字が大きくなってしまった。いとちゃんパラソルタワーありがとう。二代目りゅうさんこんばんは。お、なあさん、え、本当に？本当かな？え、いや待って待って、嬉しい嬉しい嬉しい。ナナさんが私の顔が一番好き。ありがとうございます。プチプチ。スクショ。ありがとうね、気づかなくてごめんね。ありがとう伊藤ちゃん。早く、あ、そうサインです。会えますように。あ、会えます会えます、あ、会えるか、会える公演。なんと、ナナさんが私の顔が一番2期生の中で好きって、嬉しい、明日、お、待ってる。いや、最近今日もね、ヤヨがね、話し会あったらリンコって絶対言ってきた。うん、いいもん、私もね、いいもん、別に浮気しちゃうから、いいもん、自分もユリネとミリアに浮気しちゃう。ジョンジさん、ありがとう。テントん？パラソル？いいよーだ。いいもん、自分もアイコおるし、アイコおるし、ヤヨおるし。でもそう、最近なんか体の調子がおかしいんですね私。もうなんか、ね、最近謎のブツブツがベーって出ちゃって。ラッキー、え、もうベタベタした時点でラッキー。そうそう、自分ヤヨとお風呂入ったし、二人で入った。じゃあ俺もリンクち怒られるぞ、うん、サラピーよりリンコ大好きって書いてもらった。え、風呂入っとの、風呂入っとるのになんかね、見て、あ、分かるかな、なんかできてしまったできてしまった、あとここら辺にもなんかできてしまった、うん、私もなんかそう、ナナさんとさ、あんまり話したことないけん、ちょっと今度もしお会いできたら声かけてみようかな。嬉しい。さあ今日もね、心配なちゃんと清水さらちゃんなんでフルネームなんだろうそう、あーとまく話しくお手柔らかにお風呂は私だけのもの、
ヤヨのヤヨとお風呂入ったのは私だけ多分嬉しい普通に、え嬉しいめちゃめちゃ、そんな、いやちょっと9月まで私はメンタルじゃない、コミュニケーション能力を鍛えようと思いますいいじゃろう、すすすさんありがとう、どうだったえ普通に楽しかったです、やゆちゃんすっぴんと顔変わらんかった、はい他のメンバーなんか四国ガイドみんな入ってきた後から四国ガイドはみんな入ってきましたそう今日さやかりんと写真撮ろうと思って忘れた、さやかりん撮りたいな写真いや混ざり込んではダメです。つのぴーありがとうたくさん。これはいややめとこ。あまりお金の話はしない方がいいです。ごめんなさいありがとう。エイコンさんこんばん、ゆうきさんこんばんは。そうナナさんと写真を撮りたい。嬉しい。あ明日。嬉しくこれはタワーですか？これは。お母さん教えて、これはタワーですか？そう待って、私5月の目標を言おうと思って、割と真剣な話を今日しようと思ってたんですが、あ真剣？普通のお話。タワーありがとう、タワーありがとう。計算中。タワー。かな、ありがとう。ツノピーにしたの、ツノさんじゃなくなっちゃったあでも私のね今のマネージャーさんね若いね女の人なんですけど、いやいや目標なんていつでもいいのでありがとうございます。明日のブログはレオマワールドさんのことを書きました。マネージャーさんは今年、はい、新しく入ってきたマネージャーさんで、で私今までのマネージャーさんがなんか歴代全員男の人だったんです。で初めて女の人で、なんかそう LINE でそうなんか相談とか予定を送ってくださる時に今まで全員男の人だったのでなんか絵文字とか使わんかったんですけど、今のマネージャーさんは可愛い絵文字を使ってくれますそうなんか私なんか今まで今のマネージャーさんが3人目です。パラソルタワーかわいい、ありがとうございます。どうじゃろう、今までの私の3人のマネージャーさんはみんな私が病んでたらレッスンの時とかにあの裏の楽屋があって、そこですごい私が泣きながら相談をいっぱいしていっぱい聞いてくれるいいマネージャーさんでした。でも大変、なんかいっぱいメンバーを担当してるから大変ですね、欲しいなとマネジメントしたい人生でした。あらそうそう男の人だったんですけど初めて飲んだ人になった。そう痩せ、なんか今日太ったまたまた太った。私がそう人生相談をしたら聞いてくれるいいマネージャーさんでした、いいマネージャーさんでしたですそう一人だけじゃなくて多分5人4、5人4、5人4、
4、5人、3人ぐらい、今のマネージャーさん3人ぐらい、何人、え、わかんない、どうかな。そう、今日はねすごい食べた、外食行ったんよ今日、食べてしまった悲しい。そう、恵まれてて優しいです。もう私は病んでしまうので病んでしまうので、そう、そのために相談に乗ってもらっと、え、でも、いや、ツイッターに太って、やだよなんでよ、やだ、なんでよ明日、え、でもね、ポジティブですよ、私は最近。始まったらいや大丈夫です、私はもう誤爆はしません、誤爆しません、しない、もうしません。スノーピーさん、パラソルタワーありがばら、ありがとうTikTok ってなんだっけ、あれか、ミニスタジオさんが、ミニスタジオさんじゃない、スタジオさんがやってるやつか、あー学んだので、もう私はもう、あの、もう嫌ですありがとう、バラ閉じがさあ、チコリンクだけ、OKP さん、あ、ありがとう、こんばんは、ハートありがとう、うん、もうみんなからワンワンランド呼ばもうみんなからワンワンランド言われるんですよ、もう私は誤爆を、もう今はもうアプリで2期生のやつやってたんですけどもう今はもうやめましたさあ、ありがとうスノピー、いや、うん、もう私は学んだんで、もう大丈夫です。そう、もういいです。え、うん？あ、いや、うん？何の話？何？忘れた。なんだっけ。そう、うん。そう。いや、うん。いや、なんか、そう、あ、そば。キャッチフレーズワンワンなんで、そう、ワンワンって言われてて、うん話しかけ、よかった、前髪失敗しとう気がする、そう、いや、うん、いや、ちょ、いや、ワンワンなんで、はいいや、まあまあ、いや、違うんですいや、違うんですよね、聞いてください、いや、違うんですよ、なんか違うんです、なんかで、なんか違うんです、なんか取引額が2倍とか書いてあって、押したら、なんか勝手にツイートされて、それサラピが気づいてくれて消したっていうごめんなさい、だからもうアプリ消したんで、私ブラウザで見てるんで、違うんですよ、もう今はアプリしてないんで違うんです、なんかコインが2倍になるから、コインが違う、なんかコインが2倍になるよってボタンを押したら勝手にツイートされた、あれは私は悪くないんです、はい、そしたらサラピが「これリンコでしょ」って LINE してくれて、すぐに消しました、
すみません。もう今アプリ消したけんもう大丈夫。今度からブラウザで見ます。そうそう、知らんかってん、勝手になんか勝手にされた。いやでも自分うん、いやうん2倍って書いてあったけんさ、そうそうするもん。いやもう私は最悪そう2倍になるって書いてあってさ、えっ、いややったーと思って押したら勝手にで、それ誤爆したことも気づかんくって、そしたらサラピが「んこれリンゴじゃろ」って送ってきて、いいで、おかげで私のあだ名はワンワンランドになりましたはい、もう忘れます、もうもう嫌ですでも絶対にツイッターの通知取ってなくて気づかんくった。私はもう個人アカウントできてももう絶対に誤爆しないことをここに誓いたいと思います。吉崎容疑者なんでその押したら勝手に、あれは私は悪くないので、あれは私が悪くございませんピラさんこんばんは。あー2期生のアカウントでなんかモバメの返信見とって、たまにさ手が当たりそうになっていいねを押したりとかなっちゃうから気をつけようとツイートしますしたいと思います。もう私はこの、あちなみにもう私はもう本当にもう私は真面目になりたくて真面目になります。ニコニコ自白今ちょっと載せる写真がないんよ。ちょっと写真撮るね。写真撮る、今は撮らないけど、そうツイッターは10時までだけ今はできん真面目になりたい、真面目になりたい、いや真面目じゃけど、なんかもっとちゃんとしたいですなんともっとちゃんとする。そう5月の目標を5月の目標を早早、ね、じゃあメールで送るいやとの写真 OK。 服が メールの写真寝顔リンゴやだうん、ハートさんこんばんは、きありがとう。手抜きじゃないもん、手抜きじゃないもん、ちゃんと自撮りしたもん、手抜きじゃないもん、手抜きじゃないもん。あでもマネージャーさんがやったよ、吉崎もう私そうそうマネージャーさんにね、もう私嫌ですって言ったらマネージャーさんが、いやでも吉崎メールの購読者今すごい増えてるから今頑張れよって言われて、でそれで私調子に乗って今日メールをたくさん送りましたはい、ラブラブメール、ラブラブメール、これさそう話し会のために買ったんですけど、しちゃダメだったらしいから今してる。そう連絡家族さん増えてるよって言われて、あそうですか、嬉しくてメールを
今日はいつもより多めに送りました。やったー。そう、なんかキス顔通った。今日7つも送った。そう、いっぱい送ってあった。れいかちゃん、なんかね、私がそのここにマイメロの髪飾りをつけてれいかちゃんにつけたんですよ、私が勝手に。そしたらね、それキャラクターだからダメだよって言われて撮ったから、お話し会ではしてないです。そんな送ったっけ。届きません。なんで、迷惑メールかな。大熱さん、ありがとうございます。パラソーラ、パラソール、パラパラパラソル。そう、ありがとう。なので、そう、私は音信不通になってしまうので、そうです、音信不通にならない。最低でもどんなにしんどくて、どんなに体調崩れて、どんなに闇になっていても、最低いつは送ろうと思ってる所存でございます。はい。11月から、あ、言ったな。私は待っているよ。返信待ってます。ありがとう。メール登録してしまいました。ありがとう、素晴らしいです、ともせんさん。はい、と思う人の5月の目標って、これからの目標です。はい、そう、もう どんだけ病んでても、どんだけしなくても送ります。私は PK さん、パラソールありがとうございます。で、企画メールもしようかなと思って、今日家族紹介を送りました。所存でございます。そう、急に、そう。ごめんなさい、すいません。先月のオンラインサイン会です。おお、無事よかった、届いて。目標設定、そうです。スタイさん、ありがとう。パラソーラ、うん、睨んでる写真、いやいやいや、あれはあれ睨んでない。昔はね、結構そうやってます。小説とかも多分1年ぐらい前ですね。そう、家族登場させたいと思います。何が理由、え、2つあって、まずメールを忘れる理由、まず1つ目は単純にメールの存在を忘れてること。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。2つ目は病んでて、もう病んでるか体調が悪くて送れない時です。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、単純にメールの存在を忘れてる時があります。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、存在を忘れてしまいます。あ、寝落ち、あ、3つ目、そう、寝落ちして夜に送ろうと思ってたけど、寝落ちして起きたら10時過ぎとって、遅れんかった時もございます。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、豆腐シリーズ、豆腐シリーズじゃない、ラブレターシリーズありましたね。またやろうかな、すみません。そう、3つでございます。この3つを、あの、いや忘れないようにしたいと思います。ごめんなさい。10も8さん、こんばんは。メール見るの忘れる。デート企画、あ、リマインダー、いや、この3つが、まあ、私がメールを忘れてしまう、メールを送らない原因でございます。はい、説教、あ、もう説教したら、自分説教、自分今まで説教されたことないけん、ちょっと傷つくわ。やだ、ダメ。ビンゴの神さん、こんばんは。はい、という理由ですね。はい。いや、お風呂入っとうもん。そう、自分今まで説教されたことないけん、ちょっと嫌じゃわ、説教は嫌だ。そうです、なので忘れないようにします。すみませんでした。そう、もうごめんなさい、ちゃんと送る。あ、髪の毛が
なにこれ、あ、ここか。毎日配信もさやろうと思ってるんですけど、そう、なんか毎日配信をさするたびに私が毎回毎日配信を途切らせてしまって、そのなんか毎回途切らせて、毎回毎日アイドルをやって、毎回なんか30日記念とか60日記念とかをやって、なんかそのなんて言うんだろう、そのなんだろう、そのタワーをなんかそういっぱい立てさせてしまうのがちょっとそう申し訳ないなと思って、あんまりでもやろうとは思ってるんですが、まあいいや、やりますが、まあ、なんかそんなに毎回30とか行ったりして、そう毎回ちょっとそうラッキーそうそうなんですけど、今まで100何日だっけ、そういい言い訳ですよねそうです、いい言い訳でございます、そうはい、言い訳ですはい、カオルさんこんばんはそうまあ、やろうとは思ってるんですけどね、なんか毎回そうなんですよ、すみません、やった方がいいですかね、そうはいはい単純に言っちゃいでるの、あーいいですねもう言い訳でいいです。大木正義さんこんばんは。毎日でもなんか毎日アイドルをやり始めて、なんかお話し会とか来てくれたりとかする方だったりとか、メールの読んでくださる方も増えたので、やっぱり毎日アイドルはした方がいろんな人の目につくかなっては思ってます毎日アイドルした方が多分なんだろう、その分いっぱいするから多分目につく人が見えるんですよね。はい、AT さんこんばんは。そう、そう、私なんかショールーム長くなっちゃう最近そう、まあまあなので、気休め程度でやります。そう、5月の目標はまだ言ってないというそうバチバチいきたいと思います。で、そうで5月の目標なんですが、5月の目標は眠いんですけど5月の目標なんですが、まずはとんがりコーン1回だけあります5月の目標はレインボースター、ありがとう、リュウヘイさん、ヘタさんこんばんは、レインボーさんこんばんは。5月の目標はまずこれ、野菜ジュースを毎日飲むことです。野菜、あのまずい野菜1日これ1本を毎日飲みます。あとは納豆ご飯を毎日食べることです。あと、あ、自分の生活面の目標、アイス禁止は嫌です。あの野菜1日これ1本を毎日飲みます。はい、あと納豆ご飯を毎日食べることです。あとお風呂夜ちゃんと入ることです。いや、まずい、言ってないですよ。ガチの野菜ジュースを毎日飲むことです。はい、ポテチ禁止、嫌です、はい、まずいとは言ってないですね、すみません。はい、おいしいです、野菜ジュースこれ一本おいしいですはい、青汁はちょっとまずくてやめました。いやいや、美味しいです。ごめんなさい、間違い違うんです。私が言ったのは、口の野菜ジュースがまずいと言ったことで、野菜一日これ一本は美味しいんです。はい。
そう、昔味飲んでたけどまずくて我慢やめました。そう、やめた。さすがドッキリンコ、ドッキリンコ。はい、リンボーさん、クローバーありがとう。そう、だからもうそうです。いやいや、でもこれ野菜一日これ一本はすごく、あの野菜が食べない人は取れると思うのでいいと思います。はい、トマトジュースね嫌いじゃないんよ。でもジョーチさん、バラソーダありがとう。そうです、これが私の生活面での目標。野菜、あとは、あと生活面の目標は、おえ言ってない、言ってない。あと野菜はね嫌いじゃないけど、好んで食べようとは思わん。あとはまたももちゃんといっぱい時間をすごくすことです。あとはそう、早く寝ることもそう。仕事面は、仕事面はですね、そうですね、仕事面は、5月だからです。今仕事面は5月の仕事面の目標はもっと、そう、メールもそう、なんじゃろ、仕事面の目標はまず5月はそう、レッスンがめちゃめちゃいっぱいあるので、まずダンスを覚えることと、あとはそう、もっと上を目指そうと私は思って、もっとなんだろう、あんまり上の方に行きたいとかあんまり行ったことなかったんですけど、やっぱり行きたいなとは思うので頑張りますということで、も私はいやいやかな。そう、おかつレッスンめちゃめちゃあるんよ。そう、やっぱりそうかな。なので皆さんお願いします。何を、はい、いや、でも今のままだったらね、ちょっと、はい、公演にも出れてないので。頑張ります。はい、ワイリンガルさん、パラソーラーありがとう。パラソル、パラソルありがとうございます。いやいや、そんな、違うの、違うんですよ。私はなんかそうですね、何をお願い、あ、もう、の応援をお願いします。応援をお願いします。そうです、そういうことです。はい。あと初見さんを増やすことですかね。どうだろう、私はそうですね、とりあえずツアーに出れるように、もうツアー出たいの でツアーのにたくさん、ツアーも多分全員出れないので、ツアーも出たいので、ツアーは出たいので頑張ります。はい、チキンです。あー、もう嘘つき、嘘つき。チキンの目標、いやいやいや、何言わせる。成田さん、パラソルありがとうございます。ダンス頑張る。ツアーツアー頑張るね、ツアーを頑張ります。そう、
いや初見です。いや嘘つきさんが増えました増えました。そうこの後お風呂を入ります。いやもうなんか最近そればっかり、ツバ出れんかったらどうしようかなって、すごい最近はそれでそればっかり考えてしまう。仲良くなりたいメンバー、リネちゃんとか仲良くなりたいです。うん、涙はい、そう、リネちゃん仲良くなりたい。え、話すけど、レイカちゃんとか、レイカ、なんだろう、もっと話したいです。リネちゃんかな、あげた。あかりさんにヤンヤンつけぽ、全部どんな子、なんか明るくて励ましてくれる子です。そう、もう僕隊の思い出が、僕隊がねあれなんで、そう僕隊やっぱり自分の今の目標は、そのなんだろう、公演とかツアーにたくさん出るっていう目標が一番なんで、とりあえずツアーを私は頑張ります。今なんか、いや、で仲悪い人はいないです。頭回ってないです。そう眠いです。さやかりもね、そうダンスが、うん、てかな、そうとりあえず出たいですね。ね、みんな出れたらいいのにね。まあそんな、もともとそういうものなんでしょうがないと思うけど、今月食べたいものなんだろう、甘いものなんで。とりあえず私はフラワーフェスティバルを無観客になっちゃったんですけど、頑張る。そう、僕も寝たい。いや、それはちょっと無理。それはちょっと3期生オーディションの方を受けていただいて、それでね、フラワーやんやん自分の分で、ね、残してない。千穂さんの、あ、そう、見つけられません。そのわ分かりません。小学コンサートを見に、お、本当、ビッチナリアンジェルス、はじめまして。当選してたのに、もう本当に残念でした。なんかフラワーフェスティバル出たくて、フラワーフェスティバル STU 出ますよって会った時に、すごい出たくて、でも出れないかなと思ってたから、すごい出れて嬉しいのに、無観客になっちゃってすごく残念なんですけど、頑張ります。さあ、ギャンギャンはそもそもあかりさんにあげようと思って買った、なんか多くなっちゃった。そう、フラワーに出たくて、出てみたいなと思ってたんで、出れて嬉しかったのに、無観客になっちゃった。なんか昨日フラワーのレッスンだったんですけど、そうレッスン場行ったら、ダンスの先生が、あ、吉崎なんかフラワーなんか無観客になったらしいよって言われて、ショックだった。やすべさん、パラソル10個ありがとうございます。かりさんこんばんは。非常に残念でした。ふくらごはんさん、やっほー。課外活動公演はできるかな。泣いてません。いや、なんかね、モノマネ下手くそなんで。どうなんかな。うん、すごいショックでした。ですが頑張ります。頑張る。
サンガル？サンガル？3月？ありがとう。10位以内はすごいですね。眠い。ランはそう、配信がある。メンバーものまね、できない。できない。ツイッターは、やろうと思います。そう、ね、私ものまねが向いてなくて、向いてなくてあんまりできないんです。そんな感じかな、5月の目標は。そんな感じです。今日はね、笑われませんでした。そう、今日さ、パラソル10回ありがとうございます。ありがとうございます。俺が見込んだ女だ。あ、俺お男なんですね。あれ、女の方かと思ってた。男の方でした。お風呂入る。ちんやさん、パラソルありがとうございます。いやいやいや。変えてやったらね、あ、そう、なんかゆりねがさ、なんか今日なんかお話し会の時にさ、なんか物もらいメバチコになったって言っとってさ、私メバチコの目薬持っとったけんさ、貸してあげればよかったのに。変えてやったら目が、乾く、乾くじゃない、冷める。でも今からだって、リョーマのやつ片付けてお風呂入って、そう、メバ、メボ、メボ、メバツコ、わかんない、ごちそう着るって言ってもらった。じゃあそろそろ終わりますかな。でも、そうです、そうです。レオマンの やつを片付けといけないんですよ。さっきももちゃんを配信に出そうと思ったんだけど、なんかね、でもね、なんかそう、なんかね、あれなんですよ、なんか。まさぴょんありがとう、パラソル。そう、なんか泣いてないです、なんかそう、なんかね、そう、なんかそう、原因があって、なんかすごい初期の頃からすごいね、しつこい人がねいてね、一人。そう、嫌です、やめてください。レオマのなんか荷造りを片付けてなくて、片付けようと思います。まさぴょん、パラソールありが、ありが、ありがゆらー。ありがゆらー。コーチのももちゃん、いや、私の愛犬のももちゃんです。まめこちゃん、ワンちゃん、なんかシティ入ってから、僕の太陽公園の初日の時ぐらいの時期ぐらいから、ずっと悪口を言ってくる人がいて、ちょっと私は心が傷ついてるので、やめてほしいです。土産のうどんはね、キッチンに置いてる。そうなんですよ、しつこくて、その人が、配信じゃなくていろいろネットとかで
こいい人がいてやめてほしいです。そう、何も私は悪いこと、まあ、私のそのこのこのねアホな喋り方が気に食わないかもしれないんですけどごめんなさい。そう、しばきたいですねそう、元気出してありがとう。ヤマハじゃないそう、あなただったのね、許さないアホなところも、いや、そこは違うよ、そこはカニカマ聞いて、そこはそこはね、そこ、いや、リンクアホじゃないよっていうところなんだよ、知ってた？そうそこはリンクは頭いいよっていうところなんだよわかる？あつかわいい、ありがあつさんかわいい、ありがとう。そう、うん、いや、ややもリンク、いや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 、ややちゃん内心自分のこと頭いいと思ってるんだよいや、そこはうん、私は頭の形、あ、ありがとう嬉しい、普通に頭いい、うんうんうん、頭いい。あ、テスト、そう、テストの点数をちょっとテスト点数いいんですが、そう、ややちゃんリンク頭いい、リンク頭いいよって、うん、頭の形は、あ、ありがとうございますややちゃん、あ、リンク頭いいよって。ケンタッキーはね、鶏の肉ですね。うん、私の方が頭いいですね因数分解、え、たぶん、え、簡単なやつは覚えましたそう眠い、小豆島小豆島悪事、私はいい子なんでそんなものは知りません。なんなんなんて言える、言える言えるさ、そんなものは小学校の4年生の時にとっくに覚えたそう、自分はね、そう、受験生なんですけど勉強全然していない、現代文はね普通でした。私は歴史 B が得意だった、うん、あずき名古屋の県庁所在、け、名古屋、名古屋の県、あ、愛知愛知知らない学力テストがあればいいんですけど、うん、そう、小豆島の絵どっか行ったんですよねいや、捨ててないんだけどさ、なんかどっか行きました。おお、たまいいんだ、私こう見えてはい、眠いです。私は今は導入してます。元さんこんばんは。神奈川、神奈川、横浜知らない、横浜、なんかね、どっか行ったんよ、捨てたかもしれん、自分が無意識でよいしょ、水素 H2O 分からん、分からん、あの話し会はね、めちゃめちゃ疲れるんで、話し会は下手したら公演よりも疲れ、いや、それは嘘、話し会は公演の次ぐらいに疲れる
話し会ってすごい声は張るんですよ。なんか普通に喋ったらありがとうございます、ありがとうみたいな感じなのを話し会ではありがとうみたいな感じにするからめちゃめちゃ疲れる。楽しいんだけどね、疲れるよ。私は今日は疲れてます、非常に。しかも今日はね、ドッキリンコの日でね、疲れました。いや高かった、高かった、高かったよ、高かったよ。そう、疲れる疲れるんですが楽しかった。知らん知らん、徳川さん知りません。あ、レッスンの方が疲れるか、一番疲れるのはやっぱ公演ですね。おぴらさん、テントありがとう。いやいや、ハイテンションでしたよ。アワビ、酒、タイ。明日はね、白いリンゴの日です。ありがとう。私は話し会楽しいって言ってもらえるのが一番嬉しいです。いや、そんなことないと思うけど。そんなことないですよ。みんなテンション高いですよ。あ、顔が。あ、もうこの時間じゃ、そろそろ。そう、今日ショールームにモモタン出そうと思っとったんだけど、そう、お話し会でも誰も候補が心が疲れるけん来てくれるの嬉しい。明日朝なんよ。そう、明日服考えてないのに着るか、頑張ろうっと。頑張ります。今日はね、まあまあでした。やっぱり感謝枠空いてる日は鬼のように来てくれます。モモタンは多分スタジオ来た。最小人数はね、そうですね5人、5、6人だった。ありがとう、こちらこそ。おしまし系と、あ、待ってますね。待ってますね、千尋さん。中島さん、こんばんは。あ、話し会の宣伝しようっと。5月9日は非常に多いことが予想されます。何回ね、あのさ、バレンタインの告白する後輩の日みたいな日あったんですけど、あの日が一番すごかった。あの日はね、本当に休憩する暇もなく、もうなんかみんな告白してほしいんだなって思った。さ、平日は少ないですね、やっぱ勝手ですね、やっぱり。明日はよろしく、エンボーさん。派遣です、はい。逆に5、6人の日は狙ってみたい。5枚目のシングルの平日の時はね、やっぱり少なかったですよ。調べようと。あと4月18日の6枚目のシングルの時の初めて初日の日も多かったです。調べる。あ、前リンコにプロポーズされて、嘘つきめ、した覚えはない。でもそうそうそう、平日はやっぱ好きなかったですね。初めて申し込、あれ、さっき申し込んだって言ってなかったっけ。サイン会も追加しました。だって自分次始めまして、あー、なってる。まこさん、まこばやさん、好きって言ってもらう。いやそんな、眠い、寝る。でも、もう自分はそう感謝してるんですよ、本当はね。でも私はそう、なんかありがとうとかさ、好きとか言うの
無理なんで言えないんですよ。そうなんですよ。いつまでだっけ。本当はね、いつも感謝してるんですよ。皆さんちゃんと感謝してます。でもね、もうなかなかね、組織とか言えんけんさ、好きとか言えないんですよ。好きとか言えんからさ、ごめんねって思っててもさ、でもなんか本当は感謝してるんですよ。でも本当は感謝してるんですよ。なんで泣いてるんだろう。でも私好きとか言うの無理なんですよ。でも本当は好きなんですけど、なんか好きって言うの恥ずかしくてできないんです。なんで泣いてるんだろう。でも本当は好きって思ってるけど、でも恥ずかしくて言えないんですよ。だからでもみんな好きって言ってて、でも私言えないんですよ。公演とかでレッスンもできないんですよ。公園とかでなんか手振るの恥ずかしくてできないんです。ごめんなさい。でもちゃんと感謝してるんです、私。だからごめんなさい、あんまりレスとかできなくて、鼻水ティッシュ、よいしょ。だからごめんなさい。できんくてさ、そう、ごめんなさい。なんで謝るの、なんで。うん、情緒不安定じゃないです。今はね、安定してる方なんですよ。あ、ゾウさんがいる。でもなんかあんまりそうレスできなくてすみません。はあ、大丈夫です。もうウィンクできん、公園でどうしよう。タワー、ありがとう。だからなんか自分がファンの人大事に思ってないとか言われるのが嫌で、でも恥ずかしくて、ワンワンもできん、もうキャッチフレーズワンワンできん。でもこの前ロマワールドでワンワンできた。あ、目が死んでる。TK さんありがとう。でなんか言われるんですよ、なんか悪口言われるの嫌だ。それはまではワンワンできました。もうでももうやめよう、もう泣きません。じゃあ、あ、なんか目が痛い、なんか目が痛くなっちゃった。あ、目の中に、あ、私花粉症で。
目が痛い、目が痛くなって、ちょっと目が痛いです。あ、目が痛い、目にちょっとゴミ入っちゃって、あ、痛い痛い、目が、え、目が痛い、目が痛い、あ、目が、あ、痛い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 、あ、痛い、目が目が痛い、あ、目が痛い、あ、あ、か、鼻水が、あ、あ、痛い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 、あ、よし、あ、うん、そうなん、あ、顔赤くなっちゃった、顔赤くなっちゃった、うん、そう、花粉症なんで申し訳ない、やめて、やめて、あの、いけ、そう、そう、あ、目が痛くて、泣いてみたいになっちゃった、ごめんね、あ、目が、すいません、あ、そう、計算で、計算、そう、なんかもう、めちゃブサイクじゃん。悲しい、めちゃめちゃブサイクやん、もういいや、治った、そうそう、演技派なんで、ちょっと演技派なんで、ちょっと私女優なんで女優なんで泣いてみました。情緒安定してるんですよね。でもごめん、マネブご飯食べ、ごめんね、でもごめんね、すみません、なんかし、ごめんなさい。そうそう、2時間、そうじゃろ、演技うまいじゃろじゃろ、で演劇部だったけん、じゃろ、吉本デビューやだ、勉強してた、お疲れ。そう、情緒安定してます。そう、私の情緒でいつも心配をかけてごめんなさい。ゾロ、そう、上手だろそうそう、玉ねぎがちょっと上手です。あ、いけ、もう目つきが悪い、もうな、目腫れてない？明日早起きなのに、やめてよ。私今でも情緒安定してるんですよね、割とちょっと、そう、出ました、イエーイ。明日はお話し会、おブスの日にしようかな明日お話し会、顔腫れて、顔パンパンにインコの日にしようかな、変更そうなんです、そうそう、な、泣いてみましたそう、安定してるんですよ私、なんかめっちゃなんか安定してるし今日は、明日は顔パンパンの日にしようかなで、明日そうですね、通所とかやったら、それもいいじゃん。じゃあ明日顔パンパンの真っ白の日、明日は白い服の日か、明日は顔パンパン白い服のヒリンコでいきたいと思いますはい、明日は普通に話しましょう。違うの、自分情緒安定してて、今本当に安定してるんですよ。最近結構いいことばっかりやって、お仕事とかも増えてきてたから情緒が安定してたのに、してたんですけど、明日は顔パンパンの、うん、どうして、いやいや、なんかね、違うの、なんかみんながリンコは演技がうまい、うまいの嘘だろって言うから、本当だよって泣いてあげたの。そうだから演技派女優です。欲しいな、なんでじゃあ明日は顔パンパンの日なお話し会小論じゃあそうした、小籠包リンコの日でいいやうん、大丈夫さじゃろ、
実は演技が上手なんで。あら、ペンのリンクが出ない、うん、そうなんです。でもタワーのさお礼とかも丁寧にやったらさ、タワーのお礼丁寧すぎて、んタワーの何、なんかこの前はタワーのなんかタワーのお礼の時間長すぎ飽きるわみたいなコメント来てさ、うざうざって思いましたね明日は顔パンパンリンコは定期的にやってくるので、明日は顔アンパンマンリンコ、顔パンパンの日でいいや。じゃろ、ムカつくと思って、まあ即通報したったしたったけどそういう人はね、うざいうざいので嫌いです。無視しと、でもなんかさ、でもなんか僕隊のさ公演の時にハゲた時にさ、ひどいアンチの人がいたんですけど、自分あなんかね、その人はね傷つかんかったよ。なんかねかわいそうだなって思った。むしろ人生楽しくないんだな、かわいそうだなって思った。あ、煽ってないですよ、煽ってないです、初見です。嘘ですね、リノさん嘘だ。そう、うん、気にしてない。なんかね人生かわいそうだなと思って、どうせニートなんだろうごめんなさい、どうせ楽しくない人生送ってんだろうなって思ってね、なんか全然傷つかんかった。だろ、そう、楽しくないんだろうな人生と思っていやいやダメダメ、そのツイッターで喧嘩したら本当に運営さんにめちゃめちゃ怒れるそうどうしたの、ショックなことありがとう、ごめんなさい、ギフト全然読めてない、そうそう頑張って、ありがとう。明日、そう、ま、ダメ、明日はカゴメのジュースを飲んで頑張ります。ああ私の何やってんだろう、今年の目標泣かないだったのに、やっちゃった、くそ、最近耐えてたのに。うん、ありがとう。でも話し返したらメンタル安定するんですよねこれ本当になんか泣いてないんですよ、泣いてない、そう演技なんで、そう演技、うまいうまい演技上手。マナーさん、クマじゃない、ね、名前を梅子、ありがとう。梅子いるよここに、ありがとう。考え方好き、あ嬉しい、そう言ってくれる人初めてじゃん。深夜さんリーフありがとう、待ってね、時間がないね、結局12時コースですねこれは。そういや演技なんだけど、そう今ここ私一緒寝とんよ。あ、アイス応募してない、まだショールームのイベントのハワイトリーイベント、アイスもらったんです。そう演技うまいね、もう毎回12時コースでこのまま寝落ちコース、うん、ありがとう。すごい鼻水の味がする、なんか鼻水って美味しいよね、鼻水ってじゃがりこの味せん鼻水ってなんかじゃがりこのサラダ味の味がする明日はね明日朝ショールームしようかなって思っとったんだけど、できるかな、鼻水出たらなんかね鼻水の味がするホワイトデーのねやつ、アイスのギフトもらってまだ応募してない。教授さんありがとう、パラソルありがとう、たくさん、ひのすけさんもありがとう。鼻水なんか美味しいんよ鼻水やばい、鼻水はなんかね結構美味しいです
でも鼻水を食べろって言われたらちょっと無理です。はい。なんかサラダ味の味がする。自分唇ね、タルコ唇なんです。いや美味しいんですよ。え、わかるじゃろ、豊中のひろさんじゃろ。なんかね、鼻水喉の味がする。ひなのさん、もうひなのさん、ひなのさん、ひなのさんのショールームこっそり見てます。実は、うん、そう。じゃがりこでも最近食べてないです。なんか、汚い汚い、自分で話題振っときながら汚いって。やだ、お湯と混ぜたら、それはただのお湯と混ぜた鼻水です。汚い汚い。鼻水美味しいよねって。やめよう、鼻水美味しいよねって何。顔パンパン、いやはい。こうやってやったらむくみ取れる。鼻水美味しいで、なんだろう。青肉パラソルありがとう、たくさん。やばい、なんか私情緒不安定みたいな人って思われる。やめよう、もう。もっと笑顔でよーっと。やばい、なんか めっちゃ情緒安定、情緒を心配されるんですよ。ごめんなさい。でも、もうメールで、もうメールでもう音信不通はやめます。音信不通にならないようにします。あ、ただ単にメールを送るのを忘れてることがあるんですけど、それは大丈夫です。これ嬉しい。でもこれね、私あんま好きじゃない。なんかこれね、あんまり良くない袋らしいから、ちょっと隠すとんよ、こうやって。もうちょっと今安定してるんですよ、本当に。だってフラワーも出れるしで、言えんけど、なんか結構いい、なんか楽しみなお仕事とかもあったりとかして、ローマワールドもすごい楽しかったし、司会も今日あって、本当にちょっとは安定してるんです。本当に安定してて、今安定してるの、本当、これは本当本当。この袋なんかね、ごめんなさい、男運が悪い袋らしいから、ちょっと隠してる。さ、公園もそうあるんよ、私の最後の船なんで。誰、あ、お母さんからジョージさんもタワーだよって。ありがとう、気づかなかった。たまたこハート500個ありがとう。男も悪いらしい、この袋は。そうなんで、ちょっと隠してる。やばい、間に合うかな、間に合うか、15分もある、ちょっと急いで書く。お母様、いやお母様は私よりも桃田にお金かけてるので。もうね、私もいつもね、そう、お母さんと喧嘩するたびにね、もう泣き叫んでるので、もうよき。なんか字がね、 TK さん、海派です、山派、あ、海派です。 TK さん、ゾウさんタワー、
ありがとう。ありがとう。そう、最高なんですよ。私今、そう、リョーマさんもフラーフェスティバルも出るんです。本当に今調子に乗ってる、調子がいいんですよ。ちょっと安定してるのに、そう、ありがとうありがとう。そう、色付きバージョンありがとう TK さん、いつも。そう、今ね調子絶好調なんです。そう、調子には乗らないけど卓球は私できんかったけん、本当に今ちょっとなんか情緒をすごい心配されるんですけど、ノリノリなんですよ今ありがとう。そう、今順調なんで心配しないでくださいとか泣くっていう、本当に私はナイミーはワイの嫁さん、こんばんは。そう、今ねあれなんですよ、ノリノリで、あ、歌え、あれなんですよ、 STU フェスティバルなんで今私は。そう、今 STU フェスティバルなんでちょっとそうなんです。そう、露天風呂入るとしね、ヤヨと一緒にヤヨと一緒に露天風呂入れたんで人生最高って感じでなんですよはい心配しないでください、ごめんなさい。でもお祭りなんですよ、ふぅーやっほーフォーみたいな気分なんでちょっと心配しないでください。ヤヨちゃんとお風呂入れたしヤヨちゃんとお風呂入れたし、そういいじゃろ。私はファンの皆様が夢を見ることを、ヤヨちゃんと一緒に温泉露天入ったというフィーバーみたいな感じなんで心配しないでください。どんな詳しく、いやいやいや、それは変態そうそう、ヤヨちゃんの入浴剤でお肌がツルツルになりましたそう、パリピ、やろ、羨ましいじゃろそう、疲れた、明日、そう、疲れた。ああ、もう私はでもなんか本当にコミュニケーション能力が下手くそで、そう、疲れたなんかね、今眠くないんです、目覚めた、目腫れとうよ。なんか今日ね目の調子悪かった、もともとなんか今日2人の調子が悪かった。なんかね、そう、なんかね、自分がさ、ファンの人にさ、あんまり好きだよって言わんじゃん。そうだけどさ、なんかファンのことをもっと大切にしろみたいな言われてからさ、そう、もうムカついたいもん私。じゃけんでもごめんなさいあ、そっか、明日ピンマイカーや、いいなぁ、頑張れ。そう、そむかついたいよ私、あれそう、むかつくと思って、何この人みたいな、知り合いが
あれじゃろ、花子じゃろ、違う人かな、なんか今日そのコメントっていうかね、なんかいろいろ言ってくる人がいるの。え、いいにゃん、大丈夫かな、そうなん、本当。でもなんかそう、話し会とかであんまり好きだよとか言えないんですけど、言えないんですけど、でも自分ちゃんと好き好きなんで、嫌いじゃないですよ、そりゃ嫌いじゃないです、ちゃんと部屋もちろん好きだし、公園とかもなんかね、こあの掲示板とかじゃなくて、いろいろなんかチャットとかドライブのチャットとか言われちゃう。まあまあまあ嫌いじゃないんですけど、まあ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 、恥ずかしくて好きとかあんま言えないんですよ。そう、好きだよとかちょっと言えないんですけど、ちょっとまあ嫌いじゃないんですよね。まあ普通に好きとは思ってるので、ちゃんとそこは思ってますよ、ちゃんと。あと公演の時とかもなんかレス、ヨウちゃんみたいにあんなそんないっぱいレッスンちょっと恥ずかしくてできないんですけど、ちゃんとあの見つけてるのでね。はい。いや照れてないけど、まあ恥ずかしくてちょっとできなくて、ちょっとごめんなさいねみたいな、すみませんみたいな感じです。はい。ダメ、ちゃんと見てるの、私は見てるんで、はい、やけよ、いやいや、もともと演技なんで、はい、すごいね、ゆうちゃんのレスは神がかっとる。わ、でももう気にしないです。カートロはね、正直言って、正直言ったら一番後ろの人の顔は見えないんですけど、内輪は見える。顔はね、よく見えたら見えるんですけど、内輪はがっつり見えます。船は一番後ろの人も見えます。私は目が悪くてさ、見とる、ちゃんとね、ガン見しながら公演しとうけ。そう、暗いんよ、クワトロ暗いので。ノクさん、パラソルありがとう。じゃあ見えと、でクワトロはヨーヨー見たら顔も見えます。船は見える、ちゃんと顔も。ジョージさん、テントタワーありがとう。じゃあ海派です。ありがとう。船はね見えとうよ、ありがとう。わかる、私なんかねマスクしてもわかる能力を手に入れました。ありがとうございます、ジョージさん。あと会いましょうね、久しぶりに会える。見つける。ほい。海派です。そう、全部見えるので、私ね、そう、ここ踊りながらね、踊りながらチラッて輪行しの人を見て、違う子のこと見よったら、あ、後で説教だなって思いながらダンスしてるので、なんかね、マスクちゃんと顔を見たことがある人は分かる。そう、違う方みたいな。登録がヤマハ？あら、なんでだろう。なんだ、登録？嘘、なんで？あれ、なんだろう。あら、私海派、あれ。あれ、私山に呼び寄せられてる？ん？そう。いつものうちは楽しみ。熱帯林さん、パラソルありがとう。は、自分ね、ファンの方の記憶力いいんで、ちょっと。そう。どっちもエントリーされとる？なんじゃそれ？ランキング両方入って、なんじゃそれ？海派なのに。なんじゃそれ？あ、時間ない。
宣伝宣伝宣伝、私海なんです、海です。今年はビキニちょっと買って頑張ってちょっと海遊びに行きたいんで海張りしました。今年さちょっと人生で初めてのビキニをちょっと着てみようかなと思って。やばいやばい、時間ない。そうビキニあっ、海って海行く時いやいや来ようとしないでください。今までそうあの下品な話じゃなくてあのワンピースだったんですけど、ちょっとビキニ見たくなったので夏までに頑張って痩せてビキニ着て海行きます。で、あ、じゃあレイカちゃんもビキニで。はい、ちょっと今書いてる。えっとね期間長い。よいしょよいしょ、おすすめいつだっけ。5月の29日の土曜日の3時間目。いつですか？6、7月ぐらいには行きたいな。はい、これでおすすめはツネルの日です。今回のおすすめはそう、海派にしたジャケ。そう、日サロの代わりにもなる。あ、見えてないね。おすすめこれです。いた、再販の日はなんか木曜日の第二再販が木曜日のツンデレやろう、演技派なんで。1時までです。木曜日の1時までらしい。どうしよう、いやいやいや迷ったら来ましょう。おすすめは5月29日の3時間目、この日はツンデレの日です。であと関西枠の6月5日の土曜日の3時間目のサイン会もおすすめです。そう、なんか再販してるんですよ。なんか前回検査忘れた。どんまい。そう、なんかお話し会、お顔見せるのやだなって人はこっちおすすめ。でも私はぜひお顔も見てみたいので。でも初見さんは優しくします。初見さん優しくします。なんかちゃんと やります。そう、そうなんです。あら。買うか。あら、そう、財布と無理はしないように、あの無理はしないように、借金とか しちゃダメですよ。無理、お財布と相談しながら、財布と相談しながら待ってまーす。はい。私みんなに優しいので、はい、そう、そう、お財布にぐずい、あら。はい、そう優しく、私はみんなに平等に優しくやってるのでね。リンコの配信じゃない、リンコのお話し会は面白い、いや優しいで有名ですよね。はい、銀行口座、はい。相談しながら喋らなくても大丈夫。え、オールオッケー、私がずっと喋ってきます。リンダさん、リンダはるかさん、こんばんは。そうそう、魔法のカード、怪しい。そう、なんか夏、いや気のせいじゃないかな、それは。気のせいだと思うんですが、はい、男女読みます。何時ですか今。あと2分。13位、ケイタさん。12位、ヤスーさん。で11位、リュウヘイさん。で10位、成田さん、ありがとう。9位、花子。8位、いとちゃん、ありがとう。
7位、無事入隊さん、ピンコスススー。6位マナさん、ありがとう。5位ツノさん、ありがばら。4位教授さん、ゆきゆき。3位ゆさのこさん、圧は捨てません。2位 TK さん、ありがとう、ありがとう。そして1位ジョージさん、今更ミハです。ありがとう。いとちゃんもありがとう、ありがとう。じゃあ私の情緒は安定してるので失敗しないでください。じゃあ明日は顔パンパンリンコなんですが、ちょっと嫌いにならないでください。久しぶりの誕生。明日は顔パンパンのちょっとあまり可愛くないおブスなリンコなんですけど、お手柔らかに、嫌いにならないでください。待ってます、また明日。あ、じゃあお風呂入ります。おやすみなさい。じゃ、あれ待ってます、ありがとう。顔パンパンですね。はい、おやすみなさい。ちゃんと情緒そう安定してるので、そう。おやすみなさい。切れないね、悲惨になるね。ちょっと本当に死んでるので顔が。入ります、お風呂。